人狼ゲームはさ、あっち私も困ってる。悪い。ごめんなさい、すいませんでした。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。おはようございます。おはよう。随分お早いですね、今日は。先輩たちより早く来ないってどういうことなの？そんなわよ。そしてしかもこんなね、ジャラジャラなちょっと服着ちゃってるんですけど。チャラいんじゃない？ちょっと見直した方がいいよ。お疲れのところでね、あれなんですけれども、私後輩からいくつか相談を受けてまして、もしお時間大丈夫であればちょっと聞いていただきたいなっていう。どうですか？大丈夫？いいわよ。いいですか？大丈夫ですか？早速入学して全然女子と仲良くなれません、とのことなんですが、どうしたらいいですかね。それはみんなで人狼ゲームをする。あっちやっぱりね、この時代人狼は欠かせないですから、その人狼をね、やっぱするきっかけが結構勇気いると思うんですよ、言うの。どうしたらそれはいいですかね。そうだね、陽キャの男の子に頼んで。そうだよ、陽キャの。じゃあ自分が男の子の場合は「俺をやろうぜ」ってちょっと年下な感じするけど、もう一回題名読んでいただけ。主任だからね。もう一回題名読んで。あ、聞こえてますか？大丈夫ですか？もう一回題名読んで。入学して全然女子と仲良くなれませんです。いい声。ありがとう。あ、すいません、ごめんなさい、本当ごめんなさい。ちょっとね、嫌なことが先あったもんで、これ。ちょっとね、ありがいろいろ忘れてました。タメ口使うごとに罰金ね。そうなんですか。貯金箱入れてきなさい。生活費。悪いのはどっち？ごめんなさい、すいませんでした。ごめんなさい、すいません。入学して全然女子仲良くなりません。ちょっと三つの主任の答えを。これがシャッピだとしたら、この通り騒ぐ。こうやってやられるので。それを私は見習って拾ってから話すっていう。ああ、それきっかけで相手に拾わせると。そうよ、落としちゃった。拾わせて仲良くなりましょうっていう感じですか。そういうこと。素晴らしいですね、さすがです。やっぱりちょっと主任よりすごいと思いました、副主任。あ、それはちょっとごめんなさい、すごい目がすごい怖い。こういう時はあんまりシャー落とすような言い方はよくない。シャーペン落とすけど。あ、主任今日も可愛い。あ、こちら肉まんわかってる。あ、主任今日可愛いです。新入生です。席が横になった女の子ともっと仲良くなりたいのですが、何かいい方法ありますか？これはね、あるわよ。これはあるわよ。まずシャーペンを忘れたとか、消しゴムを忘れたとか、ないっていうふうに言えばいいですか？そう、何かがそうなくしちゃった、ごめん返してたらいいんじゃないかしら。なるほど。そしたら返す時にもね、放課後とかにも喋れちゃう。素晴らしい。これ、そっか、放課後もよっ、すごいじゃないですか。やっぱり先輩できてます。すごいですね。すごい。今までで一番良かったですよ。本当に。良かった。さっきのご飯なんてもう嘘みたいな。この初めてテレビ見ましたね。何年間付き合いなんですけど、ルルの子あれ、お腹を初めて見ました。ルルって言われたいもん。あ、ルルって言った。人と話すとき顔が赤くなりうまく話せません。どうしたらいいですか？わかるわ。私も顔は赤面症なのよ。あ、そうなんですか。主任も困っていまして。ね、そうだったんですね。ね。かなりの赤面症で私も困ってるんですけど。でも私も困ってる。そうですね、困ってるんですけど、やっぱ解決策を出してください。私も解決策はまだ編めてないのですが、編めてないのだが、じゃあ私から提案あるんですけど、ルルさんがこの席、その顔が暗くなっちゃうことに対して今質問こう来てるから答えるじゃないですか。それを聞いた上でこう実際で赤面症のねねちゃんが、まあ、答えを出すというのはどうでしょうか。いいね。そうですね。あ、いいね。いいでしょ。いいよ。じゃあちょっと赤面症を隠すっていうので、はい、最初にチークとか塗ったりどうなの？メイク、確かにメイクだよ。だよ。でもこの方赤くなってそれプラスうまく話せないんですって。じゃあそれはちょっとやっぱ主任がいつもやってるこれとかどうですか？これって隠すためだったんですか？これで話せばいいと思う。あ、これで話せますか？うまく話せます。無理やり言った感じだったんですけど、どうですか主任？いいと思うわ。いいと思うんですか？本当にこれでいいんですか？うん、よかった。うん、まあでも TikTok のコメント欄とかでも、赤面症可愛いみたいなコメントが、それは思います。めっちゃ可愛い見るので。そうですね、見ますね。垢抜け系か、勉強系か、こう睡眠系。睡眠は、あ、睡眠ですか。結構アンティア出せる。お、OK です。じゃあ授業中眠すぎて毎回寝ちゃいます。どうしたらいいですか？寝たくないか、激痛の目薬とか。スーパークールみたいな。あ、そう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 。あれ実際じゃあお使いになったことはない。ないけど、私たちはちょっと寝ちゃったり、寝ちゃったりしちゃう。なかったりしなかったりしてないけどね。してないけど。いっぱいあるって言ったからすごい期待したんですけど、ちょっと目薬じゃね。あ、でも夜にちゃんと寝なさいよ。本当に。あ、来られてます。いや、いけますってまだ。お二人なら最後の最後なんてもっと出せる。授業中に寝ない方法をね。やっぱり何かに集中するってことが大事だと思ってて。なので、はい。やっぱり先生の語尾とかを数えるっていうのは大事です。そうですよね。数えてるうちに眠くなっちゃうと。あれ？でもかなりいいと思う。でも私も思いました。本当に後半のためにありがとうございました。今日は。ありがとう。じゃんよ。二人はこのコメントあるんですか？合コンですか、もしかして？週一コース。そう。早くお仕事戻りましょう。すごい。あ、はい、仕事ですか。